ねえ、アキラちゃん。この人、お姉ちゃんに似てない？似てないよ。ユネはそんな。そう？あ、そうだったわ。こら、アキラちゃん。ダメでしょ？こんなものばかり見てたら、変態さんになっちゃいますよ。いや、その、友達ので。これは没収です。お友達に返しておきますからね。あ、ダメ！ユネ、それはダメだよ！あ、ところで、アキラちゃん何か悩み事？いや、そんなことないけど。そう、秋野さんがいない間はお姉ちゃんが責任持って見てあげるんだから、どんなことでも聞いてあげるから。ユネ、実は検査結果を報告するわね。これはすごく特殊な症例。私も初めて見る症例だわ。お薬代が高くてもきっと私が何とかしますから。だから。薬でどうにかなることじゃないの。特殊な症例だから。それじゃあどうすればいいんですか？まあ簡単に言うと、ホルモンバランスを正常に保つため女性と性交を重ねること。性交？性交を重ねないと機能不全になったり矮小化することも。キミコ先輩、成功って？エッチとかセックスって言えばわかるわよね。アキラさん、あらあら、何をしてたのかしら。ユネの苦しそうな声が聞こえてきて。病気なの？心配してくれたの？そう、お姉ちゃんとってもとっても苦しかったの。俺、ユネのためだったら何でもする。こっちに来て、アキラちゃん。